で、朝にですね、高山先生に、前に紹介しております年末11月頃の、穴窯体験研修について、竹田さんがいろいろ先生と話をしてくれましてね、その内容を今から申し上げます。時期的にはですね、11月から、先生の方は窯が開いていると。でこれは11月早々からはその本焼きですから、当然その素焼きはですね、それの約1週間ぐらい前とこういう格好になることもあります。自然的に、素焼きの前に、各人が家で作法をして、学校に持っていくというようなことです。で量的にはですね、約3キロを各人に穴窯用 の粘土をです、ね、支給して、作ってもらうと。で粗目と細め、ね、これが各 1.5 キロずつということで、で作品はその、抹茶ジャマ、これにも固定しようとということです。でそれを、まあ、何個作れるの3個ぐらい約500グラムよ1個6個できるんじゃないかな。あ大きいのもあれは違うな。あの厚みのある人もいるし薄い人もいるしと、織田先生のようにガッとその巨匠のやつは厚みもあるやろしねということですね。それで織田さんすまんな。それと、費用についてですけどもね、まあ、3時期の先生方は全員でやられて、約1万1000円これは反省会の費用は入ってございません。反省会は、まあ、どんな内容でやるかでしょうけども、以前やられた形でいくと、まあ、やっぱり7000円ぐらいかかると。ですから合計で1万、まあ、8000円ぐらいの出費になるわけですよね。約、まあ、そういうことだと思っていただければと思います。それとその、まあ、女性の方が我々8名いらっしゃるんで、いやそんなこと関係なし徹夜でも徹晩でも何でもするよとね、玉森さん麻雀でもやりますか。いうことで、まあ、ご希望があればその徹夜もやってもらったらいいんでしょうけど、もしあれでしたら、みんな分かってますから、昼の当番に当たってもらって、男子がその夜になるというような、まあ、部品を後から考えればいいわけです。それともう一つ、準備をするのにですね、やはり粘土を買ったりとか、まあ、いろんなその各役割を分担しなきゃいけませんから、約5名ぐらいのリーダーを選んでほしいということです。まあ、これも後ほどでいいかと思います。それとあと、まあ、先生そのいろいろ気遣いいただけますんでね、作品等々についてはまあ、心配なく窯の焚き具合につきましてもねご指導いただけると思いますんで、別段その辺は心配する必要はないかと思います。体力面と、まあ、いうことだけを気遣いすればいいんじゃないかというふうに思います。他ありましたか。以上、まあ、そんな内容でね、先生ぜひともその皆さんでやろうよとこういうふうにおっしゃっていただいてますんで、ただそのさっき申し上げたように、費用の方はですね、25名全員集まってのおよその外食ですから、人数が減りますと当然一人頭が高くなってくるということです。すぐには3分はやりませんけども、そうですな、金曜日が早いかな、いやだけど今度先生会うのは、素焼きの日か。あ、素焼きが5日だから5日にはおよそ返事しなきゃね。だから皆さん金曜日にねイエスノーだけ返してくれませんかね。